Hey! Welcome! ようこそ、やつおです。ウォーフレームやっていきます。さて、今回はね、PS4 の方で、ウォーフレームが4周年記念ということなんで、新しいアイテムが追加されて、さらにね、特殊なアラートが2つ来ました。そちらをやりつつ、今回ちょっと話していこうかなと思います。まずはですね、やっぱりね、ウォーフレーム、おめでとうございます。はい。本当にありがたいですね。いや、全く俺関係ないな、これ。今回の4周年記念に関しては。まあ、それはさておき、アラートを見ていきます。こちらですね、2つ来ました。ボブルヘッドが報酬のアラートですね。で、残り11日、ちょっとね、動画撮影するの遅れちゃって申し訳ないんですけれども、本当はもうちょっと前に来たんですけれども、こちらのね、アラートでもらえるボブルヘッドなんですけれども、過去の方で、配布されたやつなんですよね。このアズラスキンは、そう、オブシディアンアズラスキン、金の、エクスカリバーを買うことによってこのボブルヘッドがもらえて、さらにこちら、かなり前の方かな、このボブルヘッドは、配布されたということで、まあそれは、また後で紹介するとして、まずはメールですね。ログインすることによってね、新しいロータスからの贈り物メールが届くんですよね。こちら、現物フォーマが1つ、さらに、こちらサイクル4シジルが1つ、そしてこちらですね、オブシディアンアズラグリフということで、ちょっと見ていきますか。まあ今装備してるんですけれども、左の上の方にね、装備してるんですけれども、グリフとしてね、見てみるとこんな感じですね。はい。で、こちらのグリフなんですけれども、既存のね、グリフを、オブシディアンバージョンにした感じのグリフの仕様になっていて、右上の方にね、ちょっとチラッとエクスカリバーのグリフが出てると思うんですけれども、こちらを、オブシディアンバージョンにしたっていう感じのグリフですね。とりあえず早速ミッション行って、ちょっとボブルヘッド取ってきますか。の前に、期間限定で、特別仕様な、カラーパレットが1クレジットで買えるようになってますね。普通、カラーパレットってプラチナ購入じゃないと、買えないんですけれども、今回のね、こちら PS4、カラーパレットはですね、1クレジットで買えるようになっていて、さらに黒とか白とか入っていて、で、青と赤、そして、水色、ピンクといった感じの、結構いろんな豊富な、色が入ってますね。こちら買っといた方がいいかなと思います。はい。せっかく1クレジットなんでね、早速ミッション行きます。はい、といった感じでね、こちらの2体のボブルヘッドが手に入りまして、アラートミッションやってみた感じ、すごくね、簡単に手に入ったので、ぜひね、この機会に、手に入れてみてください。以上、野草でした。またね、バイバイ。シジル見てないね、忘れてたわ。はい、こんな感じの見た目になっていて、模様が若干浮かび上がってますね。はい、以上、野草でした。またね、バイバイ。